ご機嫌いかがですか、キメちゃんです。ゆっくりニトリだよ。今回は別のルートを見ていきます。というわけで調べてみたんだけど、まだ実装されてないルートもあるんだ。まずはネックレスをつけないです。もしかしたらニックと合わないルートなのかも。この後にも未実装のルートは出てくるので、その都度紹介します。次はニックを助けるルートだよ。なんとかニックを連れて3人から逃げることには成功しました。このルートでも会話自体はあまり変わらないんだけど、いろいろ分かったことがあるよ。まず、ニックは本人曰く無痛症だそうです。だから痛みは大丈夫だけど、屈辱はちょっと痛いらしいよ。そして痛みがわからない代わりに、嗅覚が優れているらしいです。この画面では君の血はバカになる。君を食べたい。舌で味わいたい。って言ってるね。一瞬のことでしたから主人公は気づきませんでした。そのまま話してると。心配しないで、僕を助けてくれてありがとう、でんでん虫。なんで助けてくれたのかわからないけどね。はは、直接面と向かって言われると。待って、私を知ってるの？私はあなたと別の建物で勉強してるから、会ったことはないはずよ。は、何よその顔。どこか痛むの？なんなの？あ、ごめん。少し興奮しすぎた。これでいいよね？なんてめちゃくちゃな日なの。ニックが生きててよかった。三人の大男に殴られたとはとても思えない。なんで彼は私に感謝して去ったの？彼は私が思っていたよりもシャイだった。でも私は彼を責めない。結局のところ、彼は長い間いじめられていた。講義が終わるまでなんとか生き延びた。病気というほどじゃないけど不安がある。まっすぐ歩けない。この通りはいつも私を怖がらせるけど、今は全てに危険が満ちている気がする。ざわめきが起こるたびに、私は恐怖で飛び跳ねていた。私はそんなに自分の人生に退屈していたの？なんであんなバカなことをしたの？そのせいで今、予想の100倍震えてる。脅迫でもされてるみたい。私は曲がり角に来た。まだ家までの道のりは長い。この曲がり角はいつも私を怖がらせてきた。時々暗闇の中に血だまりがあるからだ。絹ずれの音が聞こえた気がする。アドレナリンが駆け巡って想像力が豊かになってるのかもしれない。でも、私はできる限りここから出たい。静かに振り返ってみようか。でも、急がないと襲われるかもしれない。誰かがそこにいるなら、なんで私をパニックにさせるの？できるだけ早く家に逃げるか別の道を進むだね。ニックが来ているのかを確認するために、別の道を進むを選びました。くそ、慎重に別の道を進まなくちゃ。沈黙を保ちながら、できるだけ足を早めようとした。暗い路地から物騒な声が聞こえ、震えが私を駆け抜けた。その瞬間、私は神を信じそうになった。その方向に行かなかったことを天に感謝した。時間は2倍かかったけど、道路全体が街灯に照らされている。叫び声や罵りは聞こえない。血だまりに足を踏み入れていない。ああ、玄関だわ。あなたが恋しかった。リビングは汚くて臭いけど、リラックスはできる。コーヒーを注ぎ、冷蔵庫からヨーグルトを取り出した。あまり好きな組み合わせじゃないけど、毎日食べてる。くそ、私の部屋に行きたい、ベッドに行きたい。明日は辛い日になる。私はすぐに柔らかいマットレスに倒れ込み、まぶたが重くなった。感情が私の力をすべて絞り出していた。明日のことを考えるなんて滅多にしない、難しすぎるから。私の人生にはほとんど誰もいない。この灰色の日常生活に意味はあるの？はぁ、終わりのない悲しい意味のない日々の疲れがあんな馬鹿げたことを促したのね。私は目を閉じて、明日あの三人が来たら何をされるか想像した。逃げなくちゃ。私は自分が何を望んでいるのかすらわからない。おやすみなさい、私の孤独な日々。おやすみ。この場面を見て気づいたと思うけど、これはエンディングだよ。つまり、現段階で実装されているエンディングもあるということです。今のはニックが主人公の部屋の中に侵入してきたってことだね。主人公を尾行していたということですが、ならば野蛮な声の主と会ったらどうなるのかという疑問が出てきました。声の主はニックを殴ってた大男3人だったよ。主人公も攻撃されて倒れたのですが。沈黙は誰かの体にナイフが侵入する嫌な音で破られた。でも、私は痛みを感じなかった。目の前で誰かが倒れた。新鮮な血の匂いが鼻につく。
私はナイフで作られた傷がいかに悪臭を放つかよく知ってるけど、今は至るところから感じる。でも、血の匂いだけを感じたんじゃない。感じたのは血だった。ナイフが鋭く肉を切断する音を聞いた後で、近くに生きている人間が一人しかいないことに気づいた。そして三人の死体にも、息が詰まって、気絶したふりに失敗した。殺人鬼は三人の体に執拗に刃を突き刺した。確実に死んでいるのに、楽しんでいるらしい。正直なところ、三人のクソ野郎がお腹を引き裂かれる音を聞いても恐怖は感じなかった。私が音を聞いていると、彼は止まった。静寂の中、隣で聞こえる絹ずれが頭にこだまする。誰かが私の肩を掴み、持ち上げようとしていた。悲鳴を上げる力はなかった。意識を失いそうになったけど、生き残るという希望が私を元気づけた。ここでギブアップを選んでもまだ実装されていません。力を振り絞って逃げるを選ぶよ。路地裏で殺人鬼に殺されたくない。肩に置かれた氷のように冷たい手が私を握りしめる。目をぐっと閉じると、誰かの顔が上にあるのを感じた。男は大きくため息をついた。逃がしてくれるの？一秒も待たず、全力でその場から逃げた。すべての感覚が遮断され、生き残りたいという欲望に支配された。私は走っ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 た。走り続けた。走り続けた。走り続けた。気絶しそうだったから、すぐに角に飛び込んだ。一息つく必要があった。さもないと、逃げることができなくなる。できるだけ静かに呼吸しようとするけど、音が頭の中で反響し、耳鳴りがかき消される。息を抑えようとするどころか、叫んでいるように感じる。足音が聞こえなくなった。もしかしたら、私を追っていた奴は私に気づかず走り去ったのかもしれない。濡れたレンガの壁をゆっくりと滑り、顔、首、鎖骨を袖で拭いた。傷口からまだ血が流れていた。ふう。今のところ、痛くないわね。でも病院でガラスの破片を引き抜くのは痛そう。しばらくの間、私は隠れ場所に静かに座っていた。静かだ。恐ろしさと同時に安心感もあった。でもあいつが私を追いかけていたという恐怖は、私の心臓を恐ろしい速さで鼓動させた。音を立てずゆっくりと移動し、明かりのない道に出た。ここはとても寒い。とても寒い。とても愚かだ。この後、誰かに主人公は殺されるよ。先ほどのエンディングと組み合わせたら、ニックでしょうね。しかし、なぜ主人公は殺害されたのか？という疑問は残ったままです。さっきのエンディングもあんな場面で終わったってことは、多分殺されてるよね。なぜ殺害されたのか？その答えはニックのことを気に入ると判明します。今回はここまでだね。続きも近日中に投稿するので楽しみにしていてください。高評価とチャンネル登録もよろしくね。また会いましょう。バイバイ。